海と日本プロジェクト in 宮城。8月4日、七ヶ浜町の勝武田海水浴場でセブンビーチフェスティバルが開催。日本財団が推進する海と日本プロジェクトも協賛しました。今年は挑戦の新たな挑戦の年だと思っていました。去年までは海開きがされるというので、瓦礫からビキニへというテーマで海のイメージを変えるというのが私たちの目的でしたが、今年からはじゃあ海が開いたという中でですね、海の文化カルチャーを作っていくという意味で、マイホームビーチというテーマで歩き始めています。今年で6回目になるセブンビーチフェスティバル。地域の中学生が描いた大漁旗やアート作品も多数飾られ、会場を彩りました。ステージイベントやワークショップなども様々で、多賀城高校家庭部華やかはこの日限定でお店を出し、創作ドリンクも披露。この綺麗な色を出すのに試作を重ねたそうです。ステージイベントではプロアマチュア問わず会場を盛り上げてくれました。見ているだけでなく参加できるイベントも催されていて、みんなで歌詞を考えて世界に一つだけのオリジナルソングも作りました。前々から高校生中学生とずっといろんなイベントだとかやってきました。そういったものの一つの発表なので、なんかみんなの思いが集結できてよかったなっていう、そういった気持ちが強いです。勝武田のテーマは癒しですから、多くの人が癒されてまたここから頑張れる、なんかそんな場所になれたらいいなと思ってます。地域の人の気持ちが伝わる素敵なイベントですね。海と日本。